おはようございます。2回目のシュウです。3回目のユウです。今日は歯抜けホストが出てます。はい、2回目です。あれそうっすよ。あれ伝説の笑もう笑っとるやん。早っ笑うん早っ笑うなよ。あれめっちゃホストボックになってそうやね。やばないこの変わりよう。今日からハットデビューしました。そう、どうすか、どうすか、なんてゆうくんホストボックになってる。おあ、そっちかい。俺じゃない。あ、俺やろ俺じゃない、俺じゃない。ホストボックになったで、師匠のおかげよ。進化したやん、もう進化やで。もう俺じゃないんだよ、うん、進化した進化。俺はしゅうくん歯あるやん。ないわ。いい視点いい、ほんまないわ。歯あるやん。もう噛み上げてないか。歯ないよ、うん、あれっつってなかったわ。ないわ。ないよないよ、ほんま歯ないけんな。うん、誰か買ってあげてよ、かわいそうやけん。ごめんなかったわ。ごめんなかったってかわいそうやな、ほんまめちゃくちゃかわいそうや。ホストっぽくなったやろ。俺どう、俺はホストっぽくなった。セラミック、セラミック入れてあげて。じゃなくて俺はホストっぽくなった。やろ。俺いや、お前のことは虫やけん。俺はお前眉毛太なった。うん、若干な。ウケる。マジか。うん、若干かよ。嬉しいな。ホストっぽくないんかよ。嬉しい。マジか。いや、ほんまナルシストやけんな、こいつやばいわ。眉毛どうなったんて、どっち。眉毛つけてるみたい。そうやで、つけとるやろ、お前。俺じゃないやろ。いや、俺上の服がダサい。俺かな。わらで、どっち。おばっしょい、バリバリいじられるやん。どっちの話してんねん。眉毛なくなった、全部。そう、全剃りした。あの、銭湯行っとって、手が滑って、俺が剃ってあげようってやって、まあ、手が滑って、全剃りになった、片方。全部俺の話な。あ、オッケー。いいね。漁してって何。漁何。漁してって何ですか。手が滑って。手が滑って、そう、手が滑ってな。やばかったけ、ほんまびっくりしたわ。察して、察してってどういうことや。刺すよ刺すよ。太ってないイケメンやわ。知らんわ。やばいわ、ほんまなあ。そう。まあシュウもだんだんホストっぽくなってきたな。なってきた。うん、自分でも思うやろ。なっただって俺寝よったらゴソゴソしようやんて。こいつ何年生ですかって。え、うるさいよお前。何年生ですかって。小学生。俺が寝よったらゴソゴソしようって。ほんで何の音やろと思って横見たら俺かっこええみたいな感じで鏡見よったからな。なあしゅう、歯がないホストは鬼枕。虫かい。ちょいずれたやんけ。何してんだよ。歯がないホスト鬼枕やばい。いいね。よいしょ。クソいじるやん。よいしょ。ちょっと逆に褒めてよ。わらもう笑うしかでないやん。やばいわもう。いかん、褒めたいかみんな。逆に褒めてみんな。褒めたいか。どう褒めたいかこいつ。どうとかよるしお前。どう俺どう射程、俺の射程やで。俺の弟子。なんで歯がなくなったの。それ前言ったやん。そう、まあそのエピソードして。はい、歯がなくなったのは、うん、香川に忘れてきたんやろ。さ、お酒で酔っ払って起きたらなかったです。起きたらなかったで、もう残酷やなそれ。めっちゃ笑われるやん俺。俺で、これやばいな、うん、笑われすぎな、てかやばいわほんま。逆にいじるんや、ちょっと褒めてよマジで。どう、ちょ逆に褒めてみて皆さん。え、褒めてくれんやん全然なあ。しゅう腹立つな。バリバリ決め直してんのがいいやろ。だって一重見て、45歳。絶対見えんやろ。やばい、面白い。見えとるわ。飲みながらこっち見んな、面白。あーごめんね。目綺麗やろ。どうもうやばいって、なんでそういうやつ決める。うん、それも察してください。俺が夏草になんて言われるのって、どういうこと。うん、いいけど察してください。ああ、察してください。そうイケメン俺やろ。はい、あざーす。お疲れ。イケメンって言われる。いや、お前ちゃう。俺やろ。お疲れ。俺がイケメンやろ。いや、もうショック受けるからやめとけ。あーほいよ、俺やろ。ほんまガチ俺の話しようの。俺の話から来て。俺の話やけん。いや、歯がないからな、ほら歯入れたらどうよ。な、ほらじゃあ逆に歯入れたらどうよ。逆に歯入れたらどう。歯入れたらみかんやろか。歯入れたらどうよ逆に。いや、チャリできたって。俺じゃないよ。あ、俺チャリできた。そっから髪生えたからな、チャリできて。
はい、わかりました。歯を入れて言います。もちろん歯入れた。じゃあ、あれどう、チャレ、そうそう、チャレできた俺。そう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 、ガタイ英検かな、わからん。チャリチャリ、わらわらわら、わらわら、バリバリ笑いすぎやな、うん、笑いすぎじゃん、お前もっと笑えや。俺じゃないよ、うんこかぶ、かぶさって。今日は2人で放送、そうやで、2人やで、ごめんな、なんか新人が独占してごめんなさい、新人で、うん、あー、あんま喋れんけど。そう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 、シューはあんま喋らんけんな。俺人見知りやけん、人見知りやけん、ちょっと射程、あ、射程、エロマ、エロマの、エロマ、エロマさん、エロマは多分来ないね。うん、コンコンってやった、今日ヘアメイク中やな、佐久間くんは、さんは、うん、あらまあ、来てほしいんかよ、俺がおるからいいだろ。あらまあ、佐久間、俺おるからいいだろ。俺おるからええやろって、お前全然面白ないが。バリバリ可愛がってくれる。てんてんてん、はい、どうぞ。なんすか、なつきさん、可愛がってくれます、歯がないから。可愛がってくれます、バリバリっす。バリバリいい人。みやさんもいい人。めちゃくちゃ歯が抜けてる人はてんてんてんじゃなくて。マジか、よかったね、嬉しいっす。お前は歯入れろってよく言われますよ。そう、ラップだ、ラップでな。ハット小さくないですか。頭がでかいんじゃい。顔がきつそう。俺キム顔しろ、またえ、頭がきつそう。頭きつくないよ、全然ええ感じ。ええ感じな、それ俺のやけどな。うん、最近ラップハマってるね。俺もラップ覚えたんよ。ラップ ラップ できるようにしたの。ラップしてラップ。できねえよ。できねえとかないけど。できねえよ、ラップしてじゃ。無理。じゃあラップしてよ。フリースタイルで行ってみよう。ラップはよ、ラップはよってよ、お前言う。言えんで、ラップや。言え、言うてよ。お、なんでや、お前言え。お前だろ、お前に言うとんやろ。ラップはできませんよ。ようようようちゃう。ここ、速攻なんて書いてんの。俺漢字読めんねえんだよ、ちょっと。全部日本語で、じゃあひらがなでお願いします。ひらがな、即興だよっつって。なお前なんか黙るたんびになんかカメラ目線で顔決めようのやけど、めっちゃおもろない。帰国やばいよな。帰国しよう。ひらがな、ひらがなの方が読みにくいわ。あ、読みやすいわ。帰国しよう。女って何ですか。帰国してきた。お前アホやな、ほんま頭悪いね。ちょっと普通の日本語使ってよ、みんな。耳が輝いてるぞ、お前。ちょっと俺耳でかいよ、普通の人より。服耳は金が寄ってくるんちゃう、それ。金が寄ってくるけど。そのうち、あれ、1億円プレイヤーだと。よいしょ。ほんまじゃ、お前な。なんかおもろい話してよ。俺、俊平じゃないけどな。落ちない子はどうやった？落ちない子。あ、童貞。童貞はどうやった？童貞くん？童貞くんどうやった？みんな、みんな童貞くんはどうやった？童貞奪われるか奪うか。てか俺の名前しか載ってない。童貞くんどうなったの、その後。あ、まあ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 、まだいるよ。おるよ。でもまだ童貞だよ。皆さん会いに来て。会いに来て。目一個ないけど、うん、目開いたのか分からん。まだ童貞だよ。ハットも童貞。童貞ちゃう。童貞やで。童貞違うわ、アホ言え。シュー君も童貞。童貞芸人でやっていきます。童貞しとくじゃん、俺。童貞で。え、でもお前枕ビンビンやんな。枕ビンビンやで、すぐやるぞ。しかもね、こいつあれやからな、人のセフレ取っとるからな。それ言うたらもう童貞じゃなくなるよ。俺それ言うたら童貞じゃなくなるよ。そうや。童貞芸人違うよ。それ俺芸人じゃないよ。芸人やで。ホストだよ。何言ってんだよ。モテたいのとか言われるよ。バリバリいじられるよ。いじられきゃんか。むっちゃいじってくれよ。ちょ、逆に褒めてよ、もっと。モテたの。俺モテたん。どんな感じ。俺モテたな、結構。妖怪童貞。妖怪童貞話してないやろ。めちゃくちゃ言うの。やばいよ。もうショックで、多分今日もうやばい。お葬式になっとるかもしれんで、今日パーティー来ちゃうら。お葬式やっとるわ、一人で、うん、顔どう。俺顔そのブスだ。俺ショックくれたらやばい。ガラスの心、ガラスの歯とかやばいな、ほんま。パリンっつって割れるわ。多分もう80枚ぐらい割れとるな、足を。うん、イケメンな顔。よっしゃー、嬉しいな。
顔は顔はイケメンなん。どこがいかんの歯やっぱり歯入れたらイケメンってことやんじゃん。顔イケメンなんやとじゃあそういうことだろ。そういうことなのかな。バリバリ決めるやんさっきから。当たり前やばいって。まあ歯がないしハットの帽子のサイズ勘違いしてるしシャツダサいけどまあなんやシャツこれユニクロで。え、でもシンプルでええんちゃう。でも上羽織っとったけどちょっと今脱いでんねん。え、でも着とったらなんかでか感じるやん。アウトサイダーみたいな。上着てきたよかったな。ちょっとやっぱ半袖やけどちょっとやばいんちゃう。 T シャツ1枚なんて言ったのか分からない。俺右手を入れ墨入れかけ、うん、入れかけだの途中なの。うん、帽子がハットに見えないのなぜだろう。おばあちゃんやけん。どうや、ハットだろ。やばいやん、もうお前マジシャンみたいになっとるやん。じゃあ脱いとけ、一回脱いで。あー、どうみんな、どっちがいい。髪ボサボサやん俺。じゃあ意見聞かしてよ、どっちがいい。なんかハットに見えない。髪色変えたよな俺、てか金髪やめたよな。どう金髪じゃない方がええやんな、みんな。しれーっと金髪やめたよな俺。え、なんかでも若干明るく感じるな、そこ、その髪色。どっちでもとりあえず入るよ。歯しか言わんやん、うん、まあそれはもう正論やな。それは分かってるよ。マジで正論。もう自分でも分かってるよそれは。ほんまやばい。金髪じゃない方がいいよ。確かに。だから金髪負が悪ない。なんか中学生のヤンキーみたいやろ。何？あと眉毛。え、今の方がいいよ髪色。よっしゃ。めっちゃ褒めてくれるなとみんな。ちょっとテンション上がってきた。モチベーション上がるわマジ。お前もチャリで来いか。もっと褒めて。お前もチャリで来い。チャリ？太いんやけ。顔はイケメン、ぶっき言われる。嬉しい。やったよ。嬉しいな、今日は。ちょ、お前は、楽しくなってきたわ。ひょっこりな、ひょっこりな。せいよ。せいして。歯ないよ。せいって。俺、むっちゃやばい。イケメンって俺、今日テンション上がってきた。今日マジでやばい、俺。ちょっと今日はちょっとあれ、フルブってこと。もうイケメンちゃう。お疲れ。イケメンって言われる。いや、笑わない方がいいよ。え、勘違いすんの。あ、オッケーオッケー。勘違いせん方がいい。口を開けるやつ。開けんと喋りましょう。オッケー。もともと言わないかい。喋ってみて、なんか。わいうよ。なんかしゃくれてるしょ。しゃくれてるやん。オッケーオッケー。営業中は笑顔大事やけんな。わらわらと靴がすごい。でも顔はいいよね。よっしゃ、ほんと会いに来てよ。おもろいでよ俺。にゃー言ってね、にゃー。営業中はマスクしてるし。してないよ。したら怒られるよ。にゃーってしてなーって。にゃーにゃーほんまおもろいわ。やめてやめて。クソおもろいクソおもろい。歯がないホストはちょっと歯じゃ入れたらいいやん。伝説やん。俺なんで日本中どこ探しても一押しやで。僕のシャンパン入れたってよ。喜んでかじるわ。ビンゴとビンゴと食べるわ。ほんでまだ歯なくなっとるパターン。歯いつ入れるの。はい、うん、1ヶ月後ぐらい。ああ夏木さんに歯入れてもらおう。どういうこと。夏木さん歯医者ちゃう。お前はまだまだや。あ、てかみんな会いに来てよな、マジで。顔イケメンって言うんやったら、はい、はい、入れるけん。うん、天狗になったらバリバリ。当たり前、天狗になろう、イケメンって言われたら。うん、あと1ヶ月だな。うん、やめた方がいい。え、ほんまやな、ほんまハット見えんな、でも銃が被ったら、ハット見えん、ガチで。マジで全然ハット見えんねんけど。これハットだよ。おばあちゃんが被る帽子みたいになってるな、なんかのなんつったやろな。ちょっとカメラ向いて。なんかちゃうやろな。ガタイと合ってないやな。ちょっとごついね。ちょっと待って、顔でかすぎてニット帽みたいな。おい、早いるわ。ちょ、おもろおもろおもろ。こっちショックくれ。ちょっと待って、イケメンって言ってあげて。わわ、手が悪いわ、お前。イケメンって言われてテンション。ああ、釣りとか、わかるわかる、それわかる。そう、わかるわ。60代ぐらいのおじいちゃんかぶってる。脱いだ方がええんかよ、どっちだよ。見える見える、そう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 、見える、バチバチ見える。俺の話しかしようないやん。言うわ、俺の話ばっかりやん。うん、よかった、ユウさんには通じた。さすが、そうやで。俺の話ばっかりやん。お前が面白いけん。なんだろう、カメラ目線いいんだけど向いてる時のドヤ顔がヤバいくらいうざい。いや、うざないやん。うざいって言ってあげて。決め顔な。お前ショックだよ。営業できるようになるな。でもそんな言われすぎやった。いや、営業はできるけど。でも童貞職人は耐えたけんな。1時間耐えたけんな。お前も耐えたけんな、それぐらい。今からみんなが褒めてくれて、こう急激にこうね、だんだんディスってくるっていう。今日営業中、テンションとかいけん。そうあと45分ぐらい、もちろんさ。だから耐え続ける、俺は。かわいい、どっちがかわいい。俺しかおらん。あね、
俺やろどうせ知っとんで。どんだけナルシストやお前。以後ナルシストなんか分からん俺。ちょっとついていけよもん。なあ、うん。面白い。あ、いやハットかぶっとる方とかぶってないどっちがいいと思う。髪セットしてないけど。分からんくね。ボサボサや。あ、見に来て見に来て。ツイッター始めたばっかりやけん。1週間ぐらい前に。え、インスタの方があれ。うん。よかったら LINE 教えるよ。ちょっと待ってね。今ちょっと携帯インスタの方が力入れてるな。方言がいいね。ええやろ。めちゃくちゃええやろ。生とうどん食べたらこんなんなるで。気をつけてくれないよ。俺のツイッターじゃないよ。当たり前や。お前のツイッターは見んもん。身長身長俺172センチ。身長身長身長なんぼ。身長じゃない。身長20。身長20もないわ。ないんかい。18センチぐらい。身長。しょぼお前。バチカン四国出身やろか、これ。違うぞ。日本人。身長は172センチ。身長170。好きな単位。はい。何単位。はい。バック。寝バック。ああ、そういうこと。うん、寝バックが好きやな俺。うん、お前は。俺は、うん、何でも好きやけどな俺、うん、何にしようかな。あの童貞師匠はあかんあかんって言いながらな、するのが好きだから。俺童貞君あんまどれが決まる。バチカン四国。そう、バチカン四国すのかうどんっすね。はい。話は絶対駅弁だ。駅弁って何やねん。そうそう、話話むちゃくちゃ言うやん。歯ないだけでむっちゃ手が折れるな。そうやで、歯は大切やで、ほんま。やけんトウモロコシでもええけんな、ちぎって入れときまえ。昨日営業中ティッシュ詰めてたよ。そうやで、ティッシュ詰めたらこいつも苦労しとるけんな。なんだかんだシックスナイン、シックスナイン好きじゃないわ俺。シックスナイン好きやだろ。歯ないけん舐めれんのじゃ。シックスナインっつって。でもまだ口開かなくても水飲めるからエコ。そう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 。いや声の音がでかいんやった人並みに。ここバイクで言ったら直感やけん。なやばいなお前。ウーファーついとるみたいな。元から声でかいやん俺。じゃあつんもなんかしなきゃ。めっちゃ声でかくてやばいんやったほんま。でも水飲めるからエコ。そう、多分直火早いと思う。早い俺。多分な、分からんけどな。そういう理由。そういう理由。そう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 。そうそう、まあ分からんけど。まあ腹立つ。めちゃくちゃ腹立つ。周りに迷惑かけたら、うん、そう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 、そうや。でも俺お酒バンバン飲めるからな。うん、飲めんだ。飲ましに来て。うん。飲めんだろ。全然飲めんだろ。飲めるっていうレベルちゃうだろ。飲める。大丈夫。その表情よ。どれ。顔作ってみて。あ、かわいいかわいい。かっこいいかっこいい。ふう。お酒強いの。俺弱いよ。弱いけど一生懸命飲むよ。命かけとるし。俺全部飲むよ。中は。全部飲む。キャスとかしてたの。キャスとかせんな。インスタライブぐらいミクチャーしてるよ僕。見に来てね。顔かわいい。どっちどっちどっち。俺やろ。どっちどっち。俺か。はぁ、ミクチャー若い子多いな。何がええんやろな。ツイキャスがええんかな。マツコさんの名前は今日めっちゃ上がるな。若い子にいじられてない。大丈夫。誰。あ、大丈夫大丈夫。全然大丈夫。逆にいじめるぐらいの気持ちでおる。いやでもそういうのないよ、みんな仲良いし。ミクチャーでな。あ、ミクチャーに来てよ。全然してるよ、夜中やけど。あ、営業前か。いじめられてない。あ、ミクチャーでってこと。あ、あ、まあ、あ、俺、あ、俺。うん、まあ歯がないとは言われるかな。でも俺 中学校3年生に惚れられたけんな、ミクチャーで。中3ってお前犯罪やないかお前。いやいや、捕まるぞガチで。いや来たの仕方ないよ、中学校3人。いやいや、もう来てもお前ダメダメっつってもガードで固めないかんわお前。中学校3人。ええ、中学校3年。なあ、ほんまやばいよな。中3はやばいってお前。中3でお前童貞師匠と一緒やないか、レベル的に言うたら。ほんま一緒やけん。いや、うち俺でも犯罪犯罪。でもあれやけん、ロリコンじゃないから年上が好きや。ロリコンで童貞。じゃあ俺年上好きやけん。俺普通30ちょいとか好き、うん、全然。俺も年上やな、20後半から。うん、今までどんな人と付き合いだったん？俺？うん、まあ、ええ匂いがした人かな。何やそれ。お前嗅覚で人決めるんか。うん、嗅覚お前。いや動物やないかお前。二人ともフーパっぽくない。俺アクアかグルダンって言われるぽいって。今からフーパっぽくなるけど、ちょ見よって。うん、まだ出るから。香水の違う違う違う、匂いで決めるらしい。なんか女性ホルモンっていうか、その人の体液。体液体液っていうか体臭やな。体臭で決めるらしいけん。もう動物と一緒やん。あんまあんまおかしいと言うたよ。体液。そうそうそう、体液ちゃう。体臭やな。顔いじくり倒すよ俺は。
ウーパーっぽくなるから。体液バリバリもういじるやん。そうそうそう、体液、まあ体液でも決めるな。体液と、うん、あもう全部やな俺、顔も中身も全部やな。うんうん、童貞のピッ、悪いやん、めっちゃおる、やばいやばい、整形するよ僕。お疲れ。整形はせんでええんじゃん。するよ、歯は入れてから整形するね。しなくていいんじゃないってこと。どこやん、なんでやねん、俺イケメン。いかん、調子乗るけ言わんとってイケメンって言われるの嬉しい。言われてないけん、やけん、やけん言うたよ。45、1時間あるけん、こう上上げとってみんなこう一気にディスってわかる、その流れ。整形の前に、家族がびっくりしちゃうよ、強制整形の前に歯入れて強制しちゃう。家族がびっくりしちゃうよ、どういうこと。整形したら顔変わるけん。 あ、お前誰やって言われるな。名前も変えていかないか、ついでに。うん、でも整形さんが売れんでしょ。え、でも歯なくても。分かった分かった、歯直すからちょっと待てよ。本名そんな言わんもん。あやし本名は言わんもん。本名、本名やよ、それが歌舞伎町での本名は言わんよ。本名なんですか。本名言うたらお前やばいか。現地名自分で決めたのはそうパッと出た、汗言うっつって。お前何、荒川。俺はじゃあ俺は100万以上売り上げが出てから上の名前つける。やけんどうしたん。ウェイウェイ。なぜ綾瀬の、綾瀬はるかが好きやけん。よっしゃなんで週にしたの、かっこいい。え、もともと翔が良かったから。翔が良かった。え、うん、あの週、あの野王で週さんおるやん、その週さんが好きで。そう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 、単純な理由。単純な理由、そうそうそう、綾瀬はるかの名前がダサい。 おっぱい触りたいな思って。ダサい。上の名前 何がいいと思う。荒川とか言われる、こいつもうネーミングセンスのなさやろ。荒川ってお前やばいわ。そこら辺おるが、やお面白い、めっちゃ面白い、面白い面白い。俺も好き。お前知らんかったんだろ最近。めっちゃ見よった、面白いね。お前の顔が面白い。ホストは結構すぐ本名を教えるよね。俺教えんよ、秘密が多い。信玄秀なんて、なんて書いてある。あー、インゲンやろ。インゲンちゃうよ、だって信玄やろ。インゲン秀、インゲンやろ、お前これどう見てもお前。え、インゲンやろお前これ。これなんて言うん、ジョイシ。インゲルやろ、ひらがな、ひらがなは漢字読めんけど。インゲンしよう、ええやん、ナイス。インゲンって言うとこ。インゲンしよう、ええやん、ええやん。インゲン、インゲン、名付け親に。ハチだ、ほんなちょっと名付け親になってあげてよ、みんな。うん、インゲンしよう、ありな、ありやな、めっちゃありじゃないやつ、全然。インゲンはやばい。シンゴン、シンゴンしよう、なんやそれ。シンゴン、なんかポケモンおりそうな、カビゴンみたいな。シンゴン、シンゴンしよう。シンゴン衆、シンゴン衆、童貞衆、童貞衆。何なんシンゴン、どういう意味。発音やばすぎて。めっちゃゴリゴリかっこいいやつにしよう。うん、決めてよ。何何何、五条河原衆。うん、何やつ、ヤクザみたいな。発音やばすぎだろ。発音、俺、俺、どっち、俺、俺か。五条河原、わら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 、五条河原。スープ城衆。意味がわからん、もうなんか、なんかもう意味わからんことの夜やん。何やん。え、でもいかつい方がよくない、パッと。天王寺って何やん。天王寺、お前大阪やないか。天王寺、ええやん、ありあり。何それってか、寺の名前とか。天王寺、天王寺、天王寺、ポケモンの四天王みたいな。私は、見ちゃう。なんて書いてんのこれ。つかしがわら州。つかしがわら、寺ちゃうわ。寺ちゃうんかい。天王、天皇、何やこれ、寺、寺ちゃう、天皇寺や、オッケー。ああ、まあ五条ヶ原と決定やな、ほんなら。嫌や。なんでや、まあ荒川がええんか。荒川はお前センスないわ、ガチで。出てた。天下、天下、超絶、何、天下、天下、超絶、万事修験丸。名前、長いわ名前。何やねん、修験丸って何やねん。クソウケるやん、それおもろい。ネーミングセンスありありやな。いいやん。いや、ない。天上天下超絶修験丸。どういうことや。ありありあり、最高、それな。言わないわ。それ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 にするわ、ほんと。天下天下超超絶万事修験丸って。まあすげえ。万事つけるのやばい。でもええと思うよ、めっちゃ。天下天下ちゃう。天上天下。うん、天上天下超絶修験丸。じゃ超絶万事修験丸。万事やもん、万事は。超絶修験丸って何も、なんか絶対バシリスク好きな分や。修験好きなの、フリーズさせ。
天下天下ちゃう、天下天下ちゃう。ええー、もんならその名前で決定やな、とりあえず。いやな、周元丸。いや、周からなんかえらい変わっとるやん。ええやん、お前が船買ったらお前周元丸にするやろ、どうせ。千、千の回何丸にするんや、ほんとヤシャ丸みたいな。ヤシャ丸を倒せか。万事丸って何やねん。万事丸ってやばいやん。そろそろあれやろ、もう俺いじり倒すけど、ちょっと次褒めてよ。いや、無理無理無理、またここや。褒めて。まだ一気に下がっていくけん、大丈夫。褒めたいか、褒めて、褒めるだけじゃ面白ないや、思わん。ええって何、ええって笑って疲れた、いや、にゃーして笑って疲れたタイミングでこう、にゃーって攻める、はい、にゃーにゃーってしたら褒めてくれるんだ。うん、超、うん、絶ヤジ、なんて書いてある次。何も意味わからんこと書いてある。もう、決定した、終言丸で。まあ、おもろい。いや、終言丸せんよ、にゃーっつって。疲れてない、みんな。疲れてないお前、今から営業やろ。全然疲れてないわ。終言丸、うん、終言丸分かった。そう、終言丸に決定。源之助様、イケメンになるから。イケメンやで。ヘッドレス、ナルシストしすぎてほんま疲れるわお前。うん、イケメンって言われる。イケメンじゃないの別に。休みの日は何したの、何したっけ、何した。そういえば俺寝よった、ずっと寝よった俺はずっと寝るけんな、ほんまやばいわ。疲れ取るよ。休みに服買いに行ったりかな。普通か、うん、普通か。疲れ取るよ、疲れ溜まってんだよ、成長期。休日普段暇やで、新人やけん暇やけん。まあまあ今走ってダイエットしょるな。こいつ9キロ落ちた。9キロやったよ。どれくらいで、2週間3週間ぐらいで9キロ落ちて。3週間ぐらいで9キロ。俺6キロぐらい。前の放送見てもらったら分かるんやけど、うん、俺痩せたよ、見えます。そんぐらい落ちた。痩せたよ、終言丸。終言丸痩せたけど全然変わってないやって。どう痩せた俺。また決めやる、また決めやる。待って、どうやってそんなに痩せるの。もう、飯食ってないよ。飯食うてないんと、あとサバ食いよる。サバも50貫ぐらいドンキが買って。いや、もうそれも食いよる、とりあえず。でもサバ食うたら油多いけんニキビできるよな。とりあえずシャツ出せ。そこで出してくな。もうシャツって俺のシャツじゃん。俺やろ。飯食わんよ、飯。夏くさんも飯食わんの。よし、飯、うん、飯食わんでもいけるけど、3日はいける、3日。絶対いけない、嘘つくなお前。俺は3日いけるよ、2日で。2日で限界やったけども。人間1週間お前水だけでいけるんや。じゃあ、うん、酒飲んでるけどな、やっぱり。そう、よく我慢できるの。できるよ。でも俺は走ったりかな。うん、できるよ。そうにゃー、うん、いいね。今日なんかにゃー言わない。前の放送の方がにゃー強かったで。はい、もう一回、はい、どういうことです。もう一回。終言丸結構ストイックってどういうこと。日々の楽しみじゃん、ご飯が。そうやな、確かに。ストイックってどういう意味。もうアホすぎて相手にせんで。意外とストイックを。いやいや、ストイックの意味がわからないよ。もうええわ、もうええ、説明せんでいいよ。もうアホやけ、ほっといてあげて。もうフレンドってあげて。危ない。ほんまアホやけ。俺ちょっとアホやで、ね、ちょっとよろしく、うん、よろしくっつって。よろしく。意外とストイックやで、ね、そうやな。ストイックの意味だけ教えてください。オッケーじゃない。学校行かんかったな、二人とも。あ、こいつは高校行っとったけど、やめたらしいな。行ったうちに入らんよ、うん、俺は行かんかって、仕事した。うん、吸ってない俺は。それちょいちょい吸っとるぞ、ぜ。小6ぐらいから吸いよった。ママに怒られよった、ママに。それ中1だよ、うん。ストックかと思った。小学校からタバコ吸わない。ママ、はい、真っ黒だ俺、多分。やばい、多分パカッて開けたらもう真っ黒や。やばい、ピンクの一面ないで絶対。そうでもピンクになりたいんよな。今は吸わん。俺は師匠にやめろ言われてけん、吸わん。ヘビースモーカーではないけど。こいつヘビーやないか、お前。1日6泊吸うやないか。6泊も吸いよな。パチンコ行ったら吸うやろか、アホやれ。おしゃれやん、おしゃれ、おしゃれって。いや、お前ちゃうって。いや、俺だけですけど、6泊吸うわ。今は吸いません。1日何泊吸うの。パコってな。センズリ、パコ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 。センズリはしません。あ、せんの。お疲れ。バジリスクです。スロット、はい、ハーデス。前2万4000枚出して、先週が、ちゃうわ、2週間前か、ハーデスでタッチ流れた。
1万7000枚で12セットあったゴット何回引いてる？マナーモードにしようや。ゴット何回？ゴットゴット5回ぐらい。マナーモード？携帯鳴ってるかい？カチャ言うたらカチャやばい、うんうん、やばかった。タッチ流れるとかびっくりしたわ俺。そう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 、やけん YouTube とかでしか載ってないやん。あれ絶対ガゼやと思うよって。実際ほんでこいつも出しちゃったんやずっと。うわっつって急にタッチ流れたーとか言ってびっくりしたよ俺も。そんな反応でかくないか。ほんまっつってタッチ流れたびっくりするやろ。いきなりタッチ流れたびっくりするほんま。今まで伝説だと思ったんやけど俺もほんまほんまびっくりしただよ。俺もタッチ流れと思わなかったもんな。まずか仲いいよ。仲いいな。15年の仲やけんな。タッチはほんまやばい。確率的にやばいな。そろそろ俺を褒める時間帯が来たから。うん、うん、はい、にゃタイミング、うん、そう、褒める褒める。で CM です。にゃー結婚詐欺させてや。こうやって書いてマジなんだよ。ギブダラシル今日も新人取りに来ました。マシュマドランドから来たルキだよ。また絡みづらそうなやつ連れてきたな。お前本当にホストやるキャンの？ミツバチルンルンスイートメモリー。ドミシュリー大丈夫か？こんにちは。アメージングレス流したことある？アメージングレスは結構流れるな、うん、どっちかといったらアベマリアとか流れない。アベマリア流れるわすぐ。もう流したことないの。こいつ30回パチンコ行くやん。ほんなら28回は負ける。やばいやろ。88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 8
どういうこと、どんだけ負けんの、やばいわこいつなあ、何も負けたの今まで。で、いや分からん、分からん、1000万ぐらいギャンブルは負けるもんやで、負けてな、ほんまやばいよ、ほんま前見てか、八は拍手だよ、そうやな、パチパチ、そうやな、覚えとってくれた、サンキュー、賭博やってはらないとか、マジやばいね、集計マジ賭博やってえ、もうやばいよ、カイジよりやばない、下手したらなあ、やばくないよ、俺はザワザワ、 ザワじゃないよ、今から綺麗にすんだよ、綺麗にすん、どうやって、入ったらみんな会いに来てくれそうよ、みんなイケメンやけん、うん、顔イケメンって言われたし、ちょ、もっと顔近づけてみてよ、どう、あーあーどう、お給料すぐなくなっちゃうよ、なくなるな、金遣い荒いわ、可愛いやって、可愛いやって、もっとクリクリして、無理って言われた、え褒めて下げる、え、どっちかやい、みんなシュート俺やったら、ユウやったら、こいつナルシストやけん、ナルシスト違う、こっち来ないこっち来ないで、ね、ちゃうわ、やったイエ、最高お姉さん、こっち来ないで言われたよ、最高イエ、勝った勝った、人、お前には負けねえよ、一人の意見、もう一人ちゃうわ、お前千人ぐらい俺が言って、タオ似てるからね、ユウくん似てなかったらどうなんや、俺 俺はどうや、タオにめっちゃ似とる言われる、ほんま、うん、タオって誰、よう覚えてくれとるな、俺だって地元ではタオって言われるよ、じゃあ会いに来てな、やった最高、まあでもこいつ負けたらいかん、俺どうよ、お、タオパイパイ、タオパイパイ前も言わなかった、君めっちゃ反応困る、タオパイパイって言われた、ガチで、君は 歯がないから、分かってるよそれはもう、口つぶっとったら全部勝負分かる、え、チューするもんありかな、なしなしかな、俺が女やったら、まあ、似てる似てるっていう、タオパイパイ似とんかい、前も言われたわいいや無理でしょ、無理なんか、やっぱチュー無理なんか、ほんならもうエッチとかビックリマークつけるやん、あテンションこう下げさせて次上げてくれるの、多分ほんならエッチも絶対無理やな、お疲れ、枕営業するよ、チューなしでもエッチできる、え、腰振るん自分で早い言うてたやん、早いよ、どんぐらい早い、秒速、秒速3回ぐらい、ていうことは1分間で180回、早っ、早いよ、
あ、もうやばいや、望みやん、新幹線ベッド壊れるの。ベッド壊れるってやばいやん、お前いちいち業者呼ばないかんやん、めんどくさ。ラボ代より怖いわ。何やねんそれ、歯の隙間からいきなり下に出てきて、俺下長いねん。長い、ほんま長い。待って待って待って、もう一回もう一回、ほら見て、あ、前もしたやんこれ。前もしたっけ。前もしたよ。ぎっくり腰になっちゃうよ。なっちゃってよ、助けてあげるわ。歯の間から入れん、下入れん。怖いわ、じゃ怖くないよ。うん、その顔ワンピースなんで黒ひげやもん、むちゃくちゃやが。ほんまやな、むちゃくちゃ言われる。あ、そう言われてみればそうやな。え、だってな、マッキーでここ変えたらもう黒ひげやん。フェラーリうまそうだね、もう一回やって。ああ、分かる、それ言うやんな。歯がない人ってめっちゃうまいって言うもんな。分からんけどな、黒ひげじゃないわ俺、うん、強いやん。ほんま海賊王や、海賊王や。なんで黒ひげや、俺ちゃうで。せやん、まだ綺麗やろ。もう昨日からやん、ずっと歯口ついとった。なんでなんでなん。いや突然や、前の放送の時こんな決めてなかったやん、お前。いいよ、ホストらしくなってきたけん、やっぱり。ああ、ホスト愛。うん、そうやな、ホストってやっぱ決め顔いるよな、絶対。そうなん、知らんかった。もう一回やってとこよ。かわいいやん、お前無邪気やな。小6かやってってよ。あ、かわいい素直やな、素直。それや、そう、やってって言われたことは素直にやらないかん。わらわらもっと笑ったってよ、もっといじったってよ。おばあちゃんは歯がないからフェラリー上手なんだよそんなおばあちゃんとやろうと思わんし、まず。俺もだって歯がないおばあちゃんっつったら多分70か80でやばいわ、ほんま。個性派ミュージシャン俺。ああ、あ、分かる。だって帽子やろそれ。たら帽子で強そうってどういうこと。路上ライブしてそうやんな、おばあちゃんのは。見たくない、確かに。無理無理、多分立たんな、一部にも。多分俺立つ、反応せんわ。やばいわ、お前、墓場からゆるかごまで行けるんか。俺おばあちゃんエッチできる。マジか。え、なんでなんで。想像して拭いた、何を。え、おばあちゃんの立つの。立つ、すげえな、お前45歳。お母の、何歳までいけるの。お母の年齢ぐらいまでいけるよ、これは。30後半までかな。すごいね、ほんますごいわ。え、俺年上っすね。お前ビニール袋かぶせてやろ、ほんなら。違うの、俺ちょ、マジか。お母さんとやれん、お母さんはちゃうわ。お母さんとお母さん、え、お前俺まで、お前俺のお母へごうかよってやないか。かわいかったの。来たな、お前。激安風俗で歯がないおばあちゃん出てくる。あ、マジ。ほんな今度連れてってあげよう、こいつな。嫌 や俺歯ないの。いいやん別に、そんな客やけん気にせんわ。客も別に歯なかったと俺ええし、ニコニコ笑いよるわ。何の話やねん、やばみめっちゃの話ばっかいいよ。うん、みんな湯葉さん覚えてる。湯葉ピッピ覚えてないか。あの、オチがない子。うん、じゃあ何の話する。俺をイケメンっていう話や。もうそのくだり飽きたな。そのくだり飽きた。どう、イケメンかイケメンかじゃないかって言ったら普通やな。ああそう、うん、めっちゃショック受け取るやん。じゃあ2人で行ってみよう、見てよ。どこに。風俗、また風俗の話か。あ、ブスとか言われた。うん、一人で行けよ。ブス、ブスじゃないよ。あ、今泣いてますね。はい、こいつの心境俺分かるっす。どっちやねん、お前。やばいよ、肩が落ちたよ、シューンっつって。肩落ちたわ。え、肩がバリバリ落ちとるやないか。落ちたわもう肩が。かわいい、かわいい。ちょっと待って、まぶたまでお前もう下がってきよるやん。まぶたまで下がってきたわ。やばいわ、もうみんなかわいそうやで。もう明日から出勤できるようになるやん。15、そうそうそう、もう心の中まで分からて15年もおったら。もうかわいいって言ってあげて。もうかわいそうじゃ。イケメンではないけんかわいいって言ってあげて。心の中でイケメンじゃないか俺。うん、優しすぎる、言うすぎる。優しすぎるか、え、優しすぎる。あ、俺が。シオも優しいな、お前。ほんま泣いとるやん、ほんま落ちたやん、お前。泣いてくるやん、誰か死んだん。歯がないし、シャツ出さし、ハットの前ですよ。妻飛び寄るわ、お前ペッ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 。うち言われる俺。歯がないし、ハットのサイズマジでやばいけど、かわいいよ。ええやん、ほんと。かわいいよ。ほんならまだだって修正できるやん。あ、じゃあシオもあれ、服装と歯を入れたらいいんやな、俺。うん、そういうことね、オッケー。うん、オッケー。何、どういう服装がやん。ちなみに、どういう服装、何歳俺。うん、マザーテレサみたいな。俺はスカーフ。スカーフ、マザーテレサみたいなスカーフ巻いとった。マジマザーテレサみたいな
ネオホスっぽい感じでしょ。どういう感じ？ネオホスか。あ、分かった。さくらよしこみたいな。うん、短髪系ちゃん。何歳？21です。僕も21です。うん。今年友達思いやだ俺。うん。俺もな。友達思いです。社会です。社会。そこまで個性なくて英語読めんねん。俺もまた英語使ってきよる。英語、あ、分かった。カナダやな。カナダ、うん、カナダブースや。カナダブース、うん、アメカジ系、うん、あー、それ冬やん。カナダブース、うん、で、カナダブースちゃうし、嘘やし。ガクト、ガクト俺ガクト好きやで。嘘や、愛しとん。愛しとる。どんぐらいガクト好き。俺おとんが好きやったけど。また決めやろ、フーっつって。すごいよ。やめとけよ、やめとけよ。ん、ガクト普通にかっこよくない？うん、かっこいいと思う。お前の方がイケメンってお前思った。さすがにガクトぐらいは読めるでしょ。読めなかったよ読めないんだよ英語、うん、読めんな、かわいそうやな。縦のホストめっちゃ出すやん。あー、ガクトホストちゃうし。はぁ、生きと、え、めっちゃ肩下がっとるで。肩もこんなんやばいわ、そんだけ慣れと。え、さっきまでピューンっつってよ身長多分こうなったよ、うん、座高俺より高かったもんな。笑ってコメント打てん。座高多分1センチか2センチぐらい高かったで、ピョーンっつって。お前今こんなんや、お前もうおばあちゃんやないか、お前それ。泣かないで、泣いてないよ。泣っきょろお前。あ、それむっちゃ言われる。21、俺32歳って。どっちが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 21にしてよ、ケトンか。21です。両方ダメやで。うん、お前今年22やろ。うん、俺今年21。ほんま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 、ケトンかな、やっぱ。嘘じゃん、じゃないよ、ほんまだよ、ほんまだよ。て逆に何歳に見てたんだよ。あー、えら、あ、肩の力抜けるわ。え、俺は俺は、ユウはユウ、ユウくんは何。35歳。ゆうくんも 35? 二人とも、あー、まあな、受け取る。35歳はないやろ、さすがに。うん、むちゃくちゃ言われるわ、もう。うん、肩もめっちゃどんどん下がってきるんやけど、見て、さっきの俺と一緒くらいの身長やったんやけど、こんだけ減っとるで、ほら。泣いちゃうじゃないよ、35歳ちゃうよ。そう、なんかもう、かわいそう。一回り以上ちゃうやん。最強グレード、シュルゲンボール26歳。え、俺 35? ほんだ俺に冗談やろ。あ、上がった、ちょっと上、俺、俺、これ、これもう上がってるやねんか。上がった瞬間下がるな、お前。あ、分かった、帽子取ったらお前もっと下がったやな。かわいそうっていう言い方がかわいい。あ、もうかわいそう、かわいそう、うん、かわいそうや、お前。座高まだお前ちょっと上がったけど。俺26歳やったら全然まだ若いや。俺が若干下がるわ、もう。35歳でかわいそう、できん、かわいそう。ほんまじゃ、なんで俺35歳やねん。あ、俺のこと言ってないやろ、たぶん。お前、喜んだやん。何喜んでないよ、てか、もうやばい、髪ぐちゃぐちゃやろ。こっち見んなとか言われるやん。おっさん、頑張るよやめてじゃないよ。頑張るよって、お前甘いわ、もうセリフが。俺の肩が下がるわ、ほんま。あ、よかった、26歳ってまだ若いな、見た目。もう急に上がったわ、もう急に。お前10センチぐらい伸びたやん。35歳初めて言われたわ、やばい。最高32やったの。35歳。でもお前40って言われよったやないか。でも俺のことじゃないね、服装がダサいから老けて見える。あ、なるほどね、服装は変えるよ。 あ、俺のことじゃないな、シュウさんのことやな。やった、いえ、違う、またお前雑魚下がっとるやない。童貞だから若く見えるのかも。童貞ちゃうってだけもういい加減童貞を目指やめてよ。俺童貞ちゃうよ。お前も童貞言われるな。みんな新人の人は童貞言われるな、大体。うん、なんで童貞なの。ホストは新人は童貞じゃないよ、絶対。お前も童貞師匠なるんだ。嘘つけちゃう。おい、どっちが師匠な、童貞の。俺童貞じゃないのか、それ。どっちが師匠って。ん、童貞師匠と。お前弟子師匠俺や。お前が師匠かい、ほんなお前童貞やないかい。俺童貞じゃないって言います。両性分かった、ちゃんと、うん、真似する。めっちゃおしゃれ。本当にほんまやで、俺童貞じゃないよ。いつまでそのネタ続くの。童貞じゃない。あ、でも童貞じゃない、うん、ないんかな。余裕じゃないよ、うん、かっこいい、かっこいい、めっちゃ童貞だったら自殺しとる。めちゃくちゃおしゃれ、うん、かわいい、いいぜいいぜいぜ。そんな
俺もえ、嫌めめっちゃ泣いとるやん。うん、ちょっとその褒め言葉があんま言ってないけど、なんか下がったな身長めっちゃ。あ、泣いるわ。うん、泣いすぎやお前。お前失礼やぞ、ファックすんなお前。ファックつってファックしてかんわお前、みんな見てくれんの。ネオホストだよね。うん、元気出して、はい、ピンってピンって身長上げて、そう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 、それいいよ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 、上がってきたよ。あー、なんか話してよ誰か。俺らしかおらんか。俺らしかおらんけど、俺もオチないけんな話してよ。わらわらわら、オチあるやんお前、面白いやん。オチないよ俺、昔話とかできん子やけど。ああ、ありありです。でも僕ミヤさんの弟子なんで、あれっす、だからダメっす。俺持ってないよ。さあ CM です。うわわ、誰の？シュウ君？あの童貞師匠の弟子。違う違う。誰の弟子？なんだあんなやつの弟子や。誰の弟子？俺今から作る。うん、ミヤさんの弟子っす。用してもらってますよ。パチ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 。昨日なんか業務用スーパー行っていろいろ買ってもらって、ほんま泣きそうになったっす。イケメンお帰り。東京の人優しいな思ったっす。ありがとう。うん、ありがとうね。ただいま。うん、めっちゃめんもう完璧っすね。ほんま。すごいっす。ギョス優しい、かっこいいです、かっこいいです、もうほんまめっちゃかっこいいっすよ、ほんまに。はい、めちゃくちゃ優しいし、うん、ぜひ会いに来てください皆さんと。俺にもっす。腹立つ。俺にもっす。腹立つ。ないねん俺、滑らない話ある？滑らない話、あ、しゅん、あーん、やだ。自分大好きか。大好き。俺絶対大好き。俺、うん、自分大好きや。だからなんかもうコメント早すぎてもうついてきてない。ギョス、ギョス、ギョス一番意味わからなかった。イケメンおかわりってどっち言うた。俺やで。俺です、言わないか。ん、自分大好きやな。二人ともでしょ。俺自分大好き。ああ、うん、まあ、自信がないとやっていけよ。あ、俺じゃないんかよ。いやー、くそー、勝った、勝った。俺じゃないんかよ。肩下がってんだよ、肩下がってんだな。俺かと思った、マジで期待したわ、外に。元気出せよ、元気。前の放送の時の方が面白いぞ。前の放送の時の方が面白い、うん、でも顔近づいたらやばい。でも若干ホストっぽくなってきたよな。うん、どう思わん。どう俺もうあの放送からもうすぐ髪生えたし、すごない？成長の速さやろ。元気でぞ。育毛剤振りたくったわ。あ、俺の顔見たら元気出てる、うん、え、どういうこと？元気出そうか。あ、どういうこと？何や、俺の顔見たら元気出るから。どんだけハンサムやねん。ゆうくんマジ変わった。やばい、最高やろ。育毛剤振りたくったもん。もう塗って塗ってもみ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 して、やばいわほんま。もう1時間ぐらいかけよったよ毎日。まあ、しんどいわ。うん、もうそのオレオレっての疲れる。あー疲れるね。うん、いい。悪い方めっちゃ悪役。誰？俺？あー、わかる。あれあれあれ、仮面ライダーの誰やったっけ、あれキャッハーとかいうやつと、あと北斗の拳の雑魚キャラの声。そんな声はしてないよ、うん、絶対。そうそうそう、笑い方面白い、特殊やんな。アニメ中盤あたり出てくる即死するタイプ。めっちゃ雑魚キャラやん。まあ強そうではないかな、うん、いや黒ひげやったら強いで。ああそうやな、黒ひげやったら強いけど、どっちやねん。
まあ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 、でも、うん、黒するタイプちゃうわ、うん、俺顔だけな、なんか黒毛は顔だけ。ああ、そうやな。どういうことやん、うん、どんだけ慣れとんねん、元気出そうで。即死せんわ俺。兄じゃ、兄じゃ。じゃあマジは北斗の剣の打っちゃけよ。元気出して、安倍氏、安倍氏、安倍氏チャレンジ。おや、もうただのパチンコしてないやつになっとる。イケメンの中で元気出して。あ、来た。俺のこと。俺、お前のこと。俺元気出とるやないか、さっきからお前。俺元気出てるわ、じゃあ、うん、で、待って、こっからうっさい、うっさい。こう上がって、こう下がってな、やばいな。偉いよ今の。偉いな、ちょっと期待したやろ。アビバちゃうわ、俺。ちょっと期待したやろ。うん、なあ、うん、アビバじゃないよ。アビバチャンス出てきそう、ほんま。後ろで俺そう。なんで全部ザクキャラ、ジャギとか。もうそうそうそう、もうやばいわ、ほんま。もう急激に上がったのな、今。急激に上がって、急激に肩も瞬間的にちょっとずつ上がっていきよったの。みんなが言うけもこんなんだったよ。やばい、うっさいブス、アミバジャギって言われて。かわいい、急降下。かわいいよ、俺だよ、かわいい。どうしたん。それ俺のことまた次は。うん、でも、なんやねん、褒めたり、いじったり。いや、お前、いじられすぎな、とりあえず。いじられすぎたもん。いじられすぎて困るやろ。困ったわ、これ。うん、ちゃんと次は早い入れてくるね。無理無理、まだ早いわ。お前、次って来週やないか。無理無理無理、絶対無理やね。シャンコ、シャンコ覚えてるよ。覚えとるよ。まあ、ある程度はまあシャンコ練習して覚えてます。はい、今覚えよる途中ですね。うん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 、そう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 、うんうん、歌えるの。こいつバリバリ歌うで。歌うで、もう。歌うんじゃないよ、歌うよ、お前。ノイコール何が好き。日本語に好きやで、いろいろ全部日本語逃げてない。苦手確実に。ラオウなの。もうなんかまたラオウ出てきたし。日本語逃げてる。ああ、ラオウより太陽光が好きだよな。こいつ苦手、ほんまポー。歌下手。うん、歌うまいよ。うまくない、うまくない。うまいよ、もう歌いよるじゃないか、ずっと練習中だ。じゃあ、二段ベッドなんやって、こいつとずっと歌いよるからさ。目覚まし時計みたいな。鶏がコケコッコー言うやん。そんな感じでずっと歌いよるけん、俺ももう精神的に来とんよ。うん、まあでも歌は練習中、まあ、下手ではないんじゃん。うん、歌好きだよ。うん、まあクリスハート風にしてきたよな、今日。うん、かわいそう、かわいそうやろ、俺。うん、かわいそう。歌はでも好きやで。演歌は歌いません。演歌やばいよ、お前。津軽海峡とか歌ってそうやん、バリバリ。え、歌ってない、歌ってない、みんな歌う。え、何歌うん。演歌嫌いなの。俺クリスハート。でも演歌好きなやつおらんやろ、今時。福山雅治好きだよ。あ、うん、なんで覚えてくれたの、すごいやん。前言うたやん、すごいすごい、めっちゃすごいやん。まあ、前言うたの、うん、クリスハート意識しとると思うな。クリスハート俺は意識してないけどな。うん、何意識したもんだろ、逆に。最近やったら、何かな。何、うん、何、うーん、C&K とか。ああね。じゃあ今度放送で歌って。ああ、うんうん、それあり。ああ、じゃあ練習しとくね。うんうんうん。あ、別に今でもええんちゃう。今はやばいよ。今でええやん、今できる。 CM、 ほんだ CM の CM 挟んで歌うんすわ。防弾少年団に乗せてるでしょ。俺防弾少年めっちゃ好きやで。あ、こいつ俺好き好き、めっちゃええ曲やんな。うん、防弾少年今結構流行ってきよるな。俺絶対知らんくらい。 H&M、 これこの服、これユニクロやで、多分。分からんけど、多分な。あ、ハット、ハットや、ハット。ハットどこで買ったっけ、それ。ザラやな、忘れたな。祝言万次郎。うん、何歌って歌って、後から飲んだら CM さんで歌うわ。うん、俊太郎さんに寄せてるでしょ。ああ、まあ髪の毛の色とか前は似せとったかな、分からんけど。祝言万次郎、うん、意味やからん。歌って歌って夜で、はい、歌えよ。歌えんだよ、俺。慎太郎さん、そうやな、うん、ごめんな、ゆうくんで。そう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 、島村。やばい、お前ね、でもこいつやばいよ、やばいよ。1年前ぐらいまでアベールとか島村の服着とったからな。だんだんかっこよくなってきてみたいな。俺と付き合いだして、なあなあ、ここに文字が書いてある、なんかオタクが着るやつみたいな。オタクは、オタクじゃない、その説。590円、もうよう知ってるやん、もうすごい常連やん。島村じゃないよ、とりあえずこれ。島村、島村で買ったんじゃないよ。島村っぽいな。島村でねえよ。甲賀万次元之助っても何やねん。どんだけバジリスク好きやねん、うん、やはり、
やはりですね。やはりですね。まあでも島村っぽいか、うん、島村っぽいな。な。可愛い。俺。ありがとう。可愛い。俺が可愛いんやろ。お前可愛くないわ。なんか時々可愛いとか言われるけど。どっち言うんか分からんな。うん。まあでもまあ可愛くない言われてもお前ないんだよ。可愛いけちゃうし。俺かっこいい。まだやろ。俺の下りもさっき飽きたって言ったやん、さっき。確かに気づないな。絶対パチンコ好きやろ。その俺っていうの禁止ホラーな、はい、やっぱ言うたやろ、はい、やっぱコメント来たやろ。俺もそう来ると思ったわ。うん、かわいい韓国風やんな。うん、だっておじいちゃんが韓国のハーフらしいな。マジか。どうだか通かよ、うん、俺絆の方が好きやろ。しんちゃんかわいい。しゅうちゃんはしゅうちゃんは逆に。なんで決めるんさっきは。そうもっとカメラの方行きなさい。そう、いいよそう近寄ってくるんですか。危ない。あんまりどこ言うてないやないか。みんなこっちおいでって言おるやないか。やだじゃないよ。やだ、襲われる。ひょっとしたら多分中3以降ぐらいやけん。やばいよほんま。なんかもうしゅうちゃんとかやれ。飽きられる。焦っとるよ。やばいわ、もうやばめやわ。まだ近いよ。もっと近づくな。お前中途半端にすんな。カメラショットよな。何あんまショット何こんなの。カメラ壊れるわ言うて。しゅうちゃんはね。何しゅうちゃんはね。うん、何やこれ。何やねこれ。くさまないやん。確かに。何これ。あ、そんな感じやな。まあ、でもめっちゃ。いやこいつ歯ないし、しかも。うん、しゅうちゃんこれなんだっけ。これ何？なんかパイレーツオブカリビアン出てきそうやな。グッジョブ。何これ。あ、似とる。やばいわ、スターウォーズかい。スターウォーズマジかよ。スターウォーズだそれ。うん、スターウォーズか。でもスターウォーズだったらヨーダってよく言われるんやけどな。そうそう、耳でかいけど。そう動く唐揚げって言われよった。何動く唐揚げ。動く唐揚げ。うん、スターウォーズやったよ、めちゃくちゃ。そうヨーダ。ヨーダそうそう。ヨーダ舐めとるけど。動く唐揚げ。そうヨーダ舐めとるけど。ヨーダ動く唐揚げやん、もう。似とる。似てないよ。めっちゃウケる。マスターヨーダ。強いね。ヨーダ。ヨーダみたい、ガチでほんま。これ強いね。うんこかと思ったとかやる。それあれや、童貞師匠の話やん。めっちゃおる。俺の話じゃないよ、それ。うんこみたいな顔してる。強いよ、それ言うだろうな。めっちゃ強いな。シューダじゃないよ。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お待ちしております。よくいじられました。うん、よかったね、ニャーは。ニャー。ニャー。じゃあまたねー。